例えばですどの教会に出てるやつどっちですかっていうのは、何ですか、教会に出てるやつどっちですかっていう相談をした方がいいです。後で揉めるのややこしいじゃん。ちょっと一回水飲みましょう。はい、本当に水飲みましょう。さあ先生、はいはい、もうやっぱもうみんな悩んでますよ。悩んでますか。広島県、うん、これは飯沼パークでいいですかね、うんうん、布施明さんの君はバラより美しい、ご存知ですか。知ってます。はい、ああ君は変わったというあの部分をパシッと決めて歌ってみたいです、はい、何かコツはありますでしょうか、うんうん、ということなんですけども、うんうん、ああ君はのやつですね、はい、変わったって言うじゃん。ああ、はい、はいはい。あそこがやっぱ一番気持ちいいんじゃないかなっていう、うんうんうん。それはもう、でも、やっぱ布施明さんの歌い方を真似するのが一番いいですよね。やっぱりあの声で、変わったーっていう、のの声のように作ってるんですよ、この歌って。今までは感性とか感覚でっておっしゃってました。ここはモノマネでいいんですか、うん、これはね、この曲に関しては独特なんですよ。ああ。うん。やっぱりあの、川あったのが布施明さんの声でしょうね。やっぱり似合う似合わないの声があるんで、これはアレンジが効かないんですよ、うん。やっぱ布施さんの声で聞きたいってなるんですよ。なるほど。うん。違うんですね。やっぱりそうです。やっぱ長渕さんの歌を、はい、なんか長渕さんじゃない声を歌うとなんか違和感がありすぎてさ、はい、やっぱりこれやっぱ布施さんなんですよ、伸びるのは、イメージが。あー寄せた方がいいんですよ。なるほど。ちょっと寄せて、はいはい。やってもらってもいいですか。はい、変わった変わったいえ。寄せ何を寄せあったんですか。そちょっと僕は、いやいや寄せてますよ。え、だいぶ寄せてますよ。そうです。寄ってなかったですか。いや、あの寄ってなかったですね。いや、それぞれそうですよ。その人にも寄りでしょうね。寄り方は。なるほど。うん。ああ、変わったっていうの2回入ってましたけど、あの布施さんのは1回でした、ね。布施さんより俺はもっと変わったと思ってるから。布施さんがそう思ってるかもしれないですけど。なるほどなるほど。布施さんどころじゃないよ僕は。もう劇的に変わった。僕の中で自分が変わったものを想像するんですよ。ああ。例えば実家帰った実家の風景でもいいですよ。何でもいいですよ。実家の風景が変わった。変わったとか。うん、前指名したね、ちょっといかがしお嬢さんが、うん、ちょっとしばらく行かないうちに、だいぶ変わっちゃったなとか、変わったなぁっていうのとかね。そういろんな変わったがあるから。なるほど、なるほど。今の変わったっていうのは何をイメージしたんですか？実家ですか？それともその風俗の方をイメージしたんですか？僕ですか？はい。対応です。え？いや、ちょっと言ってるか、その会社のね、方の対応。会社の対応。はい。手のひら返しみたいな。手のひら返しみたいな。おー、なるほど、なるほど。そういうのあります、ね、局員だとか、そういうのもいっぱいありますよ。なるほど、なるほど。あれ、そんな感じじゃなかったじゃんみたいな時の変わった。ああ、なるほど、なるほど。はい。もうそういうのね、もうやめときましょう。違うの、違うメール行きましょう、そしたら。いや、僕いくらでも変わったわ、もう載せられる。ああ、それはね。ええ。変わったなーっていうような気持ちを言って。ふざけんなよ！ふざけんなよ！高圧的だったじゃん。I know。 I know。 ほぼおしゃべりでしたね。でも気持ちを伝えるということで、はいはい、変わったじゃない、変わったなって言っちゃっていいんですね。そこは、はい、変わったなんてそんな文字いっぱい言う必要ないんです。あ、なんなら変化でもいいし、変化でもいいですし、変わったということを変化に、もう変換してしまう。意味さえ整った時はね、チェンジでもいいです。チェンジ。あ、チェンジでもいいですし。さあ、風俗の方で、そうです。風俗の方で、まあ、来た時にちょっと違うね。私が写真と違いますよ。うん。すぐに、君は、ドゥル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 、あ、チェンジなるほど。はい。最終的にはやっぱ感情論になってきますね。そうですよね。寄せる寄せないっていうのもありましたけど、ね、感情っていうことですね。はい。川崎市都館3回だけ。